はい、テレビなどでニュースを分かりやすく説明するあの方ですはい、ジャーナリストとしてテレビ番組をはじめとし幅広い分野で活躍されている池上彰さん、よろししくお願いします皆さんこんこにちは、ね、今、いきなり音楽が切れて、はいえー、あのショーがどうなるのかなと思いましたけどね。 えこういうハプニングってつきもんですね、えー、こういうのをしょうがないというんでありますが今日皆さんお気づきですかね今日皆さん実はそれぞれがどこかに青い服とか青い衣装を身につけてます、えー、なんて言ったってホワイトブルーブルーは青はまあ平和の象徴国連の象徴ですしこの UNHCR も青い,、まあ、青い色を使っているなので今日はどこかに青いのをつけてくださいと言われてですね どうしようかなと思ってですね、どっかにないかなと探してですね、えー、今日東京工業大学で授業があったもんですから、授業が終わった後、大学生協に入ってですね、なんかないかなと思ったら、ありましたね、えー。東京工業大学のお土産品です。ツバメのマークが実は東京工業大学のマークでありまして、ちょっと大学の宣伝をしますが、えー、このバスタオルを持ってきてですね、先ほどこうやってバスタオルをかけたら、 そそそれれじゃゃ風呂上がりりの親父だだとと言われてですねそりゃそうだとどうしようかなとこうああでもないこうでもないとやった結果ちょっとこうおしゃれっぽくならないんですが今、まあ、とりあえずこういう格好で話をしようというわけですなんか画面が出ましたねのそんなこと言ってないで早くやれというどうも最新、えー、図が出たようでありますがこれでわかる難民問題の基本先ほどの今司会の方から、えー、帰宅難民という言葉が出ました。 つまり帰,れたくても帰りたくても家に帰れないから帰宅難民という言い方をされたあるいはネットカフェ難民だという言葉も使われましたよねそもそも住む場所がない結局ネットカフェを転々とするというこれも難民という言い方をされましたけどつまり本来自分の家があるはず住む場所があるはずそれを失われて全く自分のがどうしていいか分からないような場所で苦しんでいる人たち。 この人たちが難民ということですね。実は私も世界各地のいろんな難民キャンプを見てきました。その話はまた後ほどするにしまして、そもそも難民とはどういうことだろうか、これを皆さんに知っていただきたくて、今日はここへやってきました。先日 akb 48の 総選挙の開票の解説をしてくれって話がありましたけどそういうことは断ってですね、えー、ここへ来たということですそもそも難民とは何かまずはこういうことです、はい、難民の定義やったらに急に難しくなるでしょ例えば人種、まあ、それぞれまああの人種はあのまあ人々はみんな違いますよね人種の違いによって差別されたり抑圧されたりいじめられたり 場合によってては殺されてしまうっていうこといこもあるわけですねあるいは宗教の違い、えー、あの宗教が違うからといってこれが迫害されたりという人たち大勢いるわけですねそれから国籍が違うっていうことで迫害される人もちろんいるわけですねそれから政治的な意見が異なるからといって国内で迫害されてとてもいられなくなってしまう人たちそして属する社会集団 これそれぞれの国の中でもあいつらと我々はそもそもグループが違うんだよでグループ同士の対立それによって殺され殺し合いが起きたりすることもありますそういうこういった理由によって自分の国にいると迫害を受けてよその国に逃げる人あるいは逃げてきた人これを難民というふうに定義していますですからもしその国にそのままとどまっていると 殺されたり捕まったりいじめられたりするだからとにかく取り物ととりあえずよその国に逃げてきた人たちこれが難民ですねでもその一方で例えば国の中でいじめられてるから逃げようとするんだけどその周りの国が受け入れてくれない結果的に国内で難民のような状態になってるけどよその国に逃げることができないような人たちこういう人たちを国内避難民と言います。 えこういう人たちも広い意味では難民になっているということですね。ではそういう難民、えー、なんかね、なんかピンとこないなと思うかもしれませんが、皆さん方が知っている人の中にも難民という人はいます。例えばこういう人です。ほら、アインシュタインってね、なぜかこのベロをウェーって出してる、この写真しかない。本当は、ね、アイインンシュタインあの もっともっと大変真面目な人なんだけどたまたまベロ出してあーっとこんな顔してる写真だけ残っちゃったもんだからいつも相対性原理を、ね、見つけたっていうアインシュタインなぜかこんな写真だけが出てくるということですね皆さん写真撮影の時は気をつけましょうそれからあるいはこの人ですねショパンゴル 作曲家として有名ですよね。ね、あの、そのまま、あの、ローマ字を見すると、チョパンって読んだったりしますけど、ショパンですね。アインシュタインもショパンも、ユダヤ人の難民として、迫害を受けた人たちです。歴史上、さまざまな難民の人たちがいるということです。じゃあ、難民は世界にどれくらいいるんでしょうか。こちら。出ましたね。さあ、どれくらいか。ここで、ちょっと見えますかね。 UNHCR の支援対象者となる難民数およそ1040万人、UNHCR= 国連難民高等弁務官事務所というのは皆さんよくお聞きだと思いますが、アンルワ、えー、国連パレスチナ救済機関という名前はあんまり聞いたことがないんじゃないでしょうか、いわゆる中東問題、パレスチナ問題ですね。 いわゆる中東のパレスチナというところにイスラエルという国ができたそして中東戦争が4回も起きたそれによってパレスチナから、えー、ふるさとを失って周りに逃げてきた人たちそういう人たちを専門に救済しようとしてアンルは、えー、国連パレスチナ救済機関というのがまずこれができたんですねでその後いやそれだけじゃない世界のいろんなところで多くの難民ができてる。 じゃあその人たちをみんな助ける組織を作ろうと言って後からできたのが UNHCR ということになりますですからよくニュースでね世界の難民はと言ったときに実は UNHCR の数だけでこれを発表したり原稿を書いているメディアがありますが本当はパレスチナの人たちも合わせてこれを難民として考えなければいけないそれが1520万人ということです でさらにこれ以外にもですねその下に非護申請者数とありますつまり難民として認めてくださいよと難民として認められるのを待っている人がおよそ100万人さらに先ほどのように国内避難民の人が2710万人というふうに考えますと全部で4330万人もの人がなんとか、えー、この助けてほしいなと思っているということですじゃあそういう人たち難民どこに多いのか ななんんとなく皆さんアフリカというイメージがあるかもしれません、確かにアフリカ多いです、1047万人もいます、でもアフリカだけではないんですね、アジアでも1856万人もの人たちがいます。 そんなにいるののか、えー、と言ってもこのアジアの場合実はアフガニスタンも西アジアになるものですから西ア,、えー、アフガニスタンあるいはパキスタンですね、えー、こういうところが実は多いんですでもこれ以外例えば、えー、あのミャンマーもありますし東南アジアのタイでもですね、えー、あちこち実は多いということです、えー、私たちがいるアジアでも大勢の難民の人たちがいるということです。 ではこういう難民の人たちはどのようにして助けられるのかこちらご覧ください、えー、そもそも難民発生国というのがありますね難民が発生いたしますでとりあえず周辺の国に逃げていきますねこれが第一次被護国ということになりますとりあえず助けてあげますよひあということですねこれはあの国連の難民条約というのがあってこれに加盟している国は難民が逃げてきたら必ず助けてあげなければいけませんよという義務があるわけですね。 これが第一次被護国でも難民が発生するような国の周辺ってやっぱり実は貧しい国が多かったりするわけですねとてもそれをこう助けきれないという場合がありますその場合さあじゃあ第三国の定住受け入れ国他の国にで受け入れてもらおうじゃないかと言ってそこから別の国に行く人たちもいるということですね。 とりあえず難民が発生して難民が受け入れはこういう形で進んでいるということです私の予定時間ちょうど5秒前になりましたね、はい、終われと言われておりますちょうど時間になりました後ほどまたお会いしましょう